皆さんこんにちは。スチューデントベースボールです。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今年も二刀流でメジャーリーグを沸かしているエンゼルスの大谷翔平がなんとトレード要員として放出されるのではないかと去就問題が話題となっています。来オフには FA 権を取得するが、その前に大型トレードで他球団へ移籍することになってしまうのでしょうか。それでは詳細を見ていきましょう。エンゼルスの大谷翔平が今季中にトレードで移籍する可能性が高まってきた。チームは現在ア・リーグ西地区4位に低迷、プレーオフ進出は極めて厳しい状況となっている。大谷翔平との契約延長には巨額の資金が必要とされ、トレードはエグンにもメリットが大きい。苦境下でトレード期限の8月2日まで1ヶ月を切り、23年オフに FA となる大谷をその前にトレードとして放出するのではないかとの話だ。大谷は昨季終盤エグンへの愛着を示した一方で、それ以上に勝ちたい気持ちが強い、ヒリヒリする9月を過ごしたいと話すなど、ワールドシリーズ制覇を狙えるチームでのプレーを熱望。FA で移籍するよりもトレードの方が双方にメリットが大きく、ウィンウィンとなる。たとえ今季中にトレードが成立しない場合でも、オフに大谷争奪戦が水面下で激しく繰り広げられることは必至だろう。大谷の今季中の移籍が実現すれば、エンゼルスは見返りに有望株5選手程度、あるいはそれ以上も期待できる。移籍先候補には資金が豊富で世界一に向けた積極補強にも意欲的なヤンキース、メッツ、ドジャースなどが挙がる。中でも二刀流の最大の理解者と潤沢な資金力を持つメッツは、大谷にとって理想的な移籍先だともされている。トレード期限まであと1ヶ月のエグンの戦いが大谷の命運を握っている。大谷は現在投手としても野手としても素晴らしい成績を残しており、エンゼルスにとってはプレーオフ進出に欠かせない存在である。一方トレードの球としてはこれ以上にない逸材でもある。確かに契約交渉は難航はしているが、エンゼルスは契約延長を望んでおり、そう簡単に大谷を手放すとは思えない。大谷翔平の去就がこれからも注目されるだろう。以上が詳細になります。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。